この動画では灘草創の模範演奏総合的注意点について解説していきたいと思います。ここまで来ると以前やった内容を復習するような工程となってきますので、一曲弾き切れるように頑張って練習していきましょう。それでは模範演奏をお聴きください。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も、浮かぶあの笑顔、思い出遠く合わせても、面影探して蘇る日は灘草創。今回の曲で新しいコードは一つです。2段目1小節目2拍目にある A7th。 この A7th の形は人差し指で3弦の1フレットを一つ押さえるだけとなります。またA7th が登場するシーンというのは1箇所しかなく、2段目の1小節目2拍目です。そしてその手前は Em7th から来ているものなので、この Em7th で押さえた人差し指を1フレットずらすだけで A7 という形が完成します。焦らずゆっくりやれば必ず押さえきることができますので、この流れをゆっくりと練習しておきましょう。またリズムに関しても、以前にやったダウンダウンダウンアップというリズムとなっています。これは16ビートの入るリズムですが、取りにくい場合は8ビートの意識で1と2と3と4とというふうにカウントしてあげることでリズムが取りやすくなると思います。また3段目の2小節目、こちらも以前にやった4分の2拍子へと切り替わる小節となります。こちらもダウンストローク2回で、またその次の小節では4分の4拍子に切り替わっているので、前回と同じように小節が切り替わっているのをしっかりと気づけるように練習してみましょう。今回の曲ではEm から A7 という新しいコードが登場するよ以外の部分ではあまり目立って新しいことはありません。繰り返しの記号の読み方やカッコ1、カッコ2の読み方も以前にやった内容を復習してこちらに応用してください。新しいコードが出る場面まで弾いてみると、ダウンダウンダウンアップダウンダウンダウンアップ、そして G コードから D コード、G コードから D コード、 Em7 から人差し指ずらし A7、 この流れとなります。焦らずゆっくりと今までのことを思い出しながら弾いてみるとスムーズに練習ができると思いますので、焦らず頑張って弾いてみてください。